こんにちは。おはようございます。イマジンハート研究所のナオジーです。ですね、今どこにいるかと言いますと、静岡なんですけど、静岡なんですけど、山梨県のね、境なんですよね。で、ここはですね、朝霧高原です。道の駅のね、隣にある富士山展望台っていうところからね、撮ってるんですけれども、はい、本来ならね、こっちにですね、富士山がですね、見えるんですけど、今日はね、曇ってるんでね、見えません。で、ここのね、天気なんですけどね、昨日はね、ずっと一日中ほとんど雨でしたね。で、なんですけどね、ともかくね、気温がね、低いんですよ。昨日の最高気温が24度かな。そんで朝ね、19度ですね。はい。すごく寒いぐらいでしたね。なので、車で寝たんですけど、寝袋をですね、かけて寝ないとですね、少し寒かったですね。はい。ということで、4月11日から来てるんですよ、月曜日からね。はい。もうちょっとね、東京はね、暑い日が続いてね、体調をちょっと崩しましてね、僕はね、暑いの苦手なんですよ。で、クーラーはかけてるんですけど、やっぱりね、クーラーの涼しさとですね、実際にこう、気候っていうかですね、こういうところ来てですね、実際の土地の、まあ、なんていうんですかね、気温、これがね、低いのとはね、クーラーとはね、全然違うんですよね。だからいくらですね、クーラー効かせてもですね、体調が良くならなくてですね、いつもちょっと眠かったりとかだるかったりとかですね、別にコロナとかそういうんじゃないんですけど、またね、帰ったらですね、健康診断を受けようかと思ってるんですけど、ともかくね、こう日光、僕自体が日光とかですね、暑いのがね、大の苦手でですね、去年も確かね、関西の方にずっと回ったんですけれどもね、10日ぐらいね、その時もやっぱ暑くてですね、途中ですね、ちょっとぶっ倒れそうになりましてですね、ちょっと危なかったんですよね。そんで帰ってから、やっぱね、医者にこう、はってというかですね、ちょっと朦朧としたような状態で行ったんですけど、そうしたらですね、結構ね、血液検査を受けたらですね、いろんなところがね、悪くてですね、まあ療養したんですけれども、今年もね、それに近いような感じになったんで、これはいかんということでですね、でやっぱりね、涼しいところって言って、まあ山梨のね、山梨じゃないや、長野のね、山とか昔行ったことあるんですけど、なんかね、結構前はね、山梨じゃない、長野県はね、涼しくてですね、僕も以前ね、会社勤めして、カシオ計算機って言った時にですね、長野の山の上にですね、保養所がありましてね、そこ行ったんですけど、行ったことあるんですけど、そこにはですね、クーラーがないんですよね。で、暖房はね、セントラルヒーティングみたいな感じで、施設全体がですね、いつもあったかいっていうかですね、すごいあったかいんですけれども、夏場はですね、クーラーないんですよね。要するにクーラー必要がないんですよ。ところがですね、何年か前に、やっぱりね、長野行ったんですけど、行ったんですけどね、長野の気温がね、36度だったんでね、これじゃ東京にいるのと大して変わんないなっていうふうに思ってですね、最近は暑い時に行かなくなってるんですけれども、さすがにね、ここね、朝霧高原なんですけどね、富士山のね、裾野になるんですよ。隣がですね、なんていうの、樹海ですね。樹海が広がってて、その樹海が
開けたところ、静岡県側になるんですけどね、そこにこの朝霧高原って言うんですよね。で、富士宮市に当たるのかな。うん。で、富士宮市はですね、ちょっと標高が低いんですけれども、ここは標高が結構高くてですね、なのでいつも夏場涼しいんですよ。今年はね、特に今の時期ね、結構低いみたいですね。今日の最高気温がね、24度かな。昨日が25度ぐらいかな、24度ぐらいかな。今日も午後からですね、雨が降りそうなんですけどもね。はい。こういうところでね、リフレッシュしたいと思ってますんでね。まあ、リフレッシュして帰ったらですね、また、頑張りたいなと思ってるんですけどね。一応ね、おふくろが、5月16日にですね、亡くなりましてね。ほんで、一応、まあ、介護の方はね、解放されたんですけれども、それでですね、4月3日の日にですね、四十九日をやりまして、その四十九日の終わってですね、いろんなね、手続きとかですね、あとはこう香典返しみたいなねそういうのもね、一通り終わったんでね、まあ1年ぶりぐらいのですね、長旅になったんですけど、今回はね、さっき言ったようにちょっと体調不良をちょっと治すというね、療養を兼ねてるんで、あまりですね、こう動き回らずね、この涼しい近辺で過ごそうと思ってます。で、まあね、本をね、結構ね、持ち込んだんですよね。なので夜なんかはまあ蛍光灯ね、ポータブルバッテリーをね、積んできましたんでね、電気つけてですね、本読んだりとかですね、して過ごしております。はい。またね、これからね、ちょっと近くにあるね、温泉にね、ちょっと今日は行ってですね、ゆっくりしたいと思います。で、明日、まあ、これアップするのはね、ちょっと後になっちゃうんですけど、明日はですね、山梨の笛吹市、今桃の盗難で話題になってるんですけどね、そこに行ってですね、いつもほとんど毎年、去年も行ってるんですけどね、そこに行って、まあ大切な人とかねに桃とかね送ったりとかですね、そこでアウトレットのね桃、ね、安く手に入るんで、それを買ってですね、近所の人にこうお裾分けしたりとかですね、お友達に持ってったりとかね、するのに行きたいと思ってます。一応ね、なんか盗難はあってないようなんですけど、どうですかね。ちょっと前に電話した時には、うちはまだ盗難してないよっていうことなんですけど、警戒はしてるみたいですね、やっぱりね。はい。ということで、明日はですね、美味しい桃にありつけると思います。はい。ということで、今回この辺にしますけどね、今回はね、このカメラをですね、車の、まあ、助手席にくくりつけてって言いますが、三脚でくくりつけてですね、運転してる道をですね、撮影しましたんでね。で、道志を通って、道志はほら、ね、女の子がね、行方不明になって、骨というか、お骨が見つかったということでですね、ちょっと前まで話題になってましたけど、そこの道志の、道志道っていうのがあるんですよね。そこ、道志を貫いてる道なんですけど、そこをずっと走ってる様子なんかも、撮ってきましたんでね、それもですね、ちょっと後からアップしたいと思います。で、まあ1年ぶりというかですね、まあ以前ここずっとね、おふくろと一緒に来てたんで、写真をね、おふくろの写真を持ってね来てるんですけど、その頃はね、やっぱコロナも前でしたからね、結構ね、観光地なんかも人多かったしですね、
平日行ってもですね山中湖なんか、中国の方と思われる方がですね団体でバスに乗ってきましてね、でなんかね浴衣かなんか着てねあのね山中湖の周りをですねカッポしてましたけれども、今回はですねそういう人もいないでですね、まあかなり観光客、も少ないですし、それにお店もね結構ねちょっと寂れちゃったんですね。道志のね、さっき言った道志なんですけど、道志の道の駅行くんですけどね、でその道の駅のですね食堂があるんですけど、食堂もですね、アクリルのついたてがですねたくさんあってですね、いつもおにぎりとかですねそこで食べて行くんですけど、おにぎりとかも売ってないですしね、なんかね全然違うお店に来たような感じでね、で隣にね手作り の, 豆腐屋さんがあったんですよ。でそこ行くとまあ手作りの豆腐をですねその場で食べられたりしたんですけれども、そのお店もですねもう閉まってるっていうかですねもう中なんかね積み上がってるような、椅子とか積み上がってるような感じでですね、お休みというよりもですねもう閉店してしまったようなね、お店を辞めてしまったような感じでしたけどね、なので、ちょっとねそういう面では残念だなと思いましたけどね、はいはい、ということでですね、こんな感じでですね、はい、なかなか涼しくてねいいところなんですよ本当はねここに立つとですね、ここのあたりかな、ここのあたりこういうふうにね富士山がね出てるはずなんですけど、ちょうどですねちょうど雲がかかってますね。確かここのらへんだと思うんですけど、ここの下にねヘリポートがあるんですよね。ヘリポートで、この辺はね自衛隊の基地とかもありましてね、富士山なんでね、ここは自衛隊の基地じゃないですけど、一応ねここヘリポートになってます。ヘリポートで、災害の時はここにヘリがね、うわヘリポート結構ね、ウグイスがね、鳴いてるんですよね。ほうほう、結局ってね。昨日もね、あとね、ツバメがめちゃくちゃ多いんですよ。道の駅のところね。聞こえるかな？この辺にいるんじゃないかな。聞こえますかね？ほうほけきょってやってますね。ちょうどやっぱねあそこら辺なんですよ。富士山がねちょうど雲にかかってますね。はい、ここはヘリポートですね。ヘリポートちょっと運動不足なんで、ちょっと今日はですね朝方ね、朝はまだ7時頃なんですけどね、散歩してですね、いいですね、ほうほけきょってね、どっかにいるんですねこの辺ね。
あれ、鳴かなくなっちゃいましたね。近づいたから鳴かないのかな。空気は綺麗です。はい、戻ります。Thank you.